滝の久御水は、江戸時代中期の廃人、滝久御水とも、張馬国家古群別府村に生まれる。通称は、金谷新之城の千信江門。聖火は、戦国船七艘を有する富裕な海船問屋だったが、久御水の誘導乱費のため没落する。廃号は、久御水のほかに、不襲祭や自徳等がある。同時代の書物には、生徒無むがにしてシャレなれば昭和王子。 灰地に金銀を投げ打ちて後まずしっかり石も心にかけぬ大丈夫と記されている。射脱な中にも人間味のあふれる作品を残した。法暦十二年五月十七日旅先の大阪にて、没。去年七十九歳。手に取るなやはりのにおけれんげそうさればとて石に布団も着せられずくらうって、日当たりの前期ボタンかな。浜までは、雨も身の着るしぐれかな本尊は、 釈迦か阿弥陀か高揚かなホロホロと、アメソフスマのカヤりなり、ありがとうございます。